京都秋山地産業でライブハウスを経営しています。ね、こういう動画を撮るのは久しぶりなんですけど、ダイエット動画じゃないですけど、今日はどうなっとんでっていう話ですけどね。それ本当最近ね、ちょっとありがたいことに日々ねスケジュールが詰まり始めまして、12月なんかは割と忙しくさせていただいておりまして、こう動画を撮って編集してということもなかなかね、ミュージシャンの方のねライブの後のコメント動画とかを撮って編集してアップするというので精一杯でですね、なかなか自分のこういうコメントを撮る時間とか余裕とかがちょっとない状態ではあるのですが、ちょっと今日先ほどスタッフからですね、動画送ってくださいという、コメント動画送ってくださいというふうに言われたので、それを撮影したのでついでに喋ろうかなと思ってはい撮ってます。13分ぐらい喋ったんですけど、その動画ね、まあまあ熱い感じで喋ったんですけど、よくよくそのメッセージを見てみたら1分って書かれてて1分やったと思って、13分喋ってもうたと思って、どうしようと思って、まあそっちの方は、まあ、スタッフが出したいものを出した後にその13分の方はどこかでアップできたらなと思いますけれども、まあちょっと先日ですね、最近ちょっとツイッターにいろいろ書いてるんですけど、ちょっと書ききれない、ツイッターの、まあ、文章の中では伝えきれないなと思うようなことが起きたので、ちょっと動画で喋ってみようかなと思いました。先日からですね、4人ですね、新人スタッフが入ってくれているわけなんですけれども、まあいろいろそれぞれにねキャラがあるわけなんですけどもね、まあまあ割とできるタイプの子がいてですね、その子が先日ちょっと大きな失敗をしたんですね。でまあ明らかにちょっと大きな失敗だなっていう感じですかね。でまあ私にとってはね別にまあ仕方がないかなと思うようなことなんですけど、まあ本人にとっては辛いだろうなと思うことですね。まあまあ簡単に言うとシャンパングラスを10個ぐらい割ったんですね。はい、でまあまあしゃあないかって、まあ、私は思いますけど、多分入って数日しか経ってない、存在でですね、シャンパングラスみたいなものを10個割ったらそれは辛いだろうなと思うんですけど、まあ、それでね、まあちょっと裏で休憩しときって言って休憩させてたんですけど、その間まあ当然というか、まあ泣いてまして、でまあまあそうだろうねと思いながらね、でまあそういう時にいつも私が言うことなんですけど、スタッフたちにはね、もうほぼ同じことしか言わないですけど、十何年経ってますけどね、本当に失敗することは何一つ起こらないし、失敗するのは当然なのでね、まあ、もちろん不注意とかあるんですけど、不注意で手抜いたり気抜いたりしてるならば良くないことなんだけど、一生懸命やってる上で失敗するっていうことはあるので、失敗することには私は本当に怒らないですね。で、ただねそれをごめんなさいっていうのを言えなかったら怒るよってい う話ですね。それも全てのスタッフに言ってきました。でやっぱりスタッフによっては、まあ、性格によってはね、ごめんなさいが言えない子ってやっぱりいるんですよね。でまあごめんなさいって言えないがために人間関係がおかしくなることがいっぱいあって、で、まあ、その子も片付けをしてすぐ裏に行ったんだけども、まあごめんなさいを言ってなかったんですね、その時点で。だからまあ裏入ってね、まあ、割ったことは何一つ
怒らへんけどね、あなたまだごめんなさいが言えてないでしょって言って、あのごめんなさい言っときなさいよと、それはできるだけ早く、あのできるだけ素直に言い訳もせず言いなさいと、ごめんなさいはね、時間が経てば経つほど、まあ、溝というか深まるし、その謝りにくくなるし、言い訳もしたくなるし、そのまあ上の人間からするとね、あ、謝れへんの、なかなか言ってけへんの、何やあいつみたいな気持ちが湧いてしまうので、すぐに謝りなさいと、でいうことをいつも言ってます。で、まあこれは私は本当に自分自身がですね、あのプライドが高い性格でもあったので、謝れなくて、まあ、あの謝れなくて申し訳なかったなって未だに思うことだったりとか、あの良くなかったなって思うことがやっぱりいっぱいあるんですね、自分自身がね。でやっぱりその反省を踏まえて、みんなにごめんなさいだけはちゃんと言える人間になっときなさいよって言ってます。で、まあごめんなさいとありがとうですかね、感謝の気持ちと、またありがとうの話はまた後日しますけど、ごめんなさいとありがとうは絶対言えるようになっておきなさいねって、それができるだけでね、社会人になってから随分あの生きやすくなるよって、あの、なんか可愛がってもらえるようになったりとかね、あの仕事任されるようになったり、それがごめんなさいが言えない人は生きづらい、あの日々になっちゃうよって、まあ、それは、まあ、自分が悪くないと思ってるのに悪ごめんなさいって言うとか、そういうことではないんですよ。本当に悪いなって思った時に、失敗した時にちゃんとごめんなさいって言えるかどうかだなって私は本当に思うのでね、それをいつも言っています。で、まあ、ここからなんですけど、まあ、そのシャンパングラスを置いてたんが、まあ先輩スタッフだったんですね、先輩男子だったので、あの置き方が悪かったわけですよ。また結局その変な感じの置いてたんですね。でそれが私も危ないなと思ってたんですよ。悪ぞそれを、そんな置き方しとったら悪ぞと思いながら、まあ、忙しかったんで、まあほっとったんですよ。ほんなら案の定割れた、あの箱ごとひっくり返して割れたっていう。でその先輩スタッフの方も おどおどしとったので、お前分かっとんなと、あの一言言ったら分かってますって言ったんですね。分かっとんなっつって、はい、ちょっと僕が悪いですってちゃんとまあ言いましたけど、僕があんな風に置いてた僕が悪いですと。でまあそう思うんやったら、あの言うたげって言って、その新人の子にね、あの一言、僕があんな風に置いてたから割れたんやしごめんねって言ったげって言って、彼女は今すごく自分を責めているし辛いだろうから、あの一言それ言ってあげるだけでね、彼女はきっと救われると思うよって、だから言ってあげなさいって言って、言ったら分かりましたっつって、まあそんなとこですかね。だからそのまあその先輩の男子スタッフの方にもね、また休憩の時にこう、私は剣道をやっていて、剣道の仲間はね、みんな誰かがしごかれたりしてる時、ポッコスコやられてる時にすごいこう応援し合うんやって、みんなであの頑張れってすごい声かけ合うんやでって、でそれが私にとって当たり前やと思ってたけれども、社会人になってから誰かがポッコスコやられてる時にあの頑張れって言う人があまりにも周りにいなくてね、言ってくれる人が目を背けるというか、まあ逃げるというかね、そういうことがよくあったのでね、あなたたちだけはあの辛い思いをしている子がいたら、なんかまあ苦しいだろうなとか辛いだろうなって思うならね、一声かけてあげなさいよと、あの大丈夫かでもいいし、気にすんなでもいいし、あの頑張れでもいいし、いや無理すんなでもいいし、何でもいいんだけど、
相手のことを思ってればどんな言葉でも伝わるからね、それを言ってあげられる大人にならなさいよと言いましたね。それが言えたらあんたモテるでって言ったら、そこ大事っすねって言ってましたけど、だからこう自分が社会人になってもう本当にびっくりしたんですけど、ああ社会ってそうなんかみたいな、えこんなに泣いてる人を放置するのかみたいなね、こう逆に泣いてる人を余計いじめるみたいな、まあ、時代があって、まあ、ここに集まるというかモダンタイムスのスタッフになった以上はね、あのちゃんと後輩のこと、まあ、後輩だけじゃないですけどね、あの同期とか、まあ、含めね、みんながちゃんと声かけ合って助け合って、で、まあ、そういう関係性だってやっていう話をしましたね。で将来ね、まあ、卒業してからでもそういう人間になって いればね、あのきっと乗り越えていけるから、いろんなことをね、今のうちにそういう人間になっときゃみたいな話をしましたね。で最終的には分かりましたって言って、ちょっとポーっとした子なんですけど、分かりましたっつって、で、まあ、今日はね、ある意味そのあなたにとってもね、その後輩の子にとっても、うん、一つ強くなるための一日だったわけだから、その乗り越えるというかね、その失敗を乗り越えるというよりはちゃんとごめんなさいって言える自分になるとか、その泣いてる子がいたら声をかけてあげられる自分になるとか、そういう意味で の一つ大きくなれたきっかけの一日だから、今日はいい日なんじゃないって、いい日だったんじゃないって言ったら、そうっすねって言ってましたね。分かってんのかなと思いながら、まあ素直でよかったなと思うんですけど、まあそんなことがありました。なんとなくね、なんかモダンタイムス のお店っていうのはこういう暑苦しい感じで毎日が過ぎていっているので、これからもね、なんかこういうエピソードというかあったらね、皆さんにもお伝えしていけたらいいかなというふうに思っております。ということで今日はこの辺で、お相手はモダンタイムス店長のヒロでした。チェッ。Thank you.